こんにちは、レンジです。龍が如くゼロの続きをやっていきます。今回から第13章ですね。じゃあやっていきましょう。12章だと。欲望の巣窟。まだ真島くんですね。椿園に行って日教連に会いに行くとこですね。全力ダッシュだ。うわ、佐川。お疲れ、真島ちゃん。お疲れ。そうよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。ちょっと捕まってたんだ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。まあね。うわ、蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあ、なあ。怖っ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとこや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。やっぱ怖えよな、佐川。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ。せやけど、誠を奪っていった白いスーツの男は、西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは、日教連のセラっちゅうやつや。日教連知ってる？大門は隠しとるが、東条会の直系組織。あ、知らないんだ。東条会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や。堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。そう。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。そうだよ。せや、西谷相手に上出来だな。やつからここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。逆だよ。え、どんなことしたんだよ。逆逆、いろいろ。うん、で、東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。そうなんだ。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。なるほど。え、行ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。ねえ、なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。わかった。わかった。多分ね、飛び立ち新地だと思うんだよ。あ、準備させてくれんの？多分大丈夫。たこ焼きいっぱい持ってるし。それじゃあ椿園に行くぞ。はい、お願いします。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ帰り討ちに遭うかもしれねえ。準備は大丈夫か。いいよ。大丈夫や。早いとこ案内してくれ。はん、やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。任せろ。
よし、出発だ。遠いのかな。あ、車で移動だよ。もうこっち来てから初めてなんじゃない、蒼天堀出るの。あ、タクシーか。あ、相当遠いね。やっぱそうだよね、飛び出しんちだよね。まあ表向きは料亭っていう形になってるからね、行ったことないですけど。兄ちゃん、兄ちゃんよ。うん、こうやって見本の女の子がいるみたいよ。すげえ。おばちゃんがね、客引きをして勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん、俺たちはお目当ての子がいるんだ。お、せっしゃな、どこ行きはんの。あそこだ。うわ、そこなの。弁天屋、あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、まこと。一番でかい店じゃん。もう屋敷だよ。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。サンガー班一人で大丈夫なんか。心配すんなよ、見つけたら容赦なく殺すだけだろ。チャカ持ってる。日京連だろうが、セラだろうが、牧村誠だろうが。おっと、先に見つけないとダメだ。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。セラの親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。うん、登場会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。そういうわけにはいかねえ。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。そうだね。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。ええで。当たり前やろが。くどくど言っとらんで、誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日京連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。狭いからダンスできる。血の気が多いね。ダンスになってる。よっしゃ、これよ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 。あ、弱い弱い弱い。ビビってるしね。このね、下蹴り入ってからのチャージ。よし、おお、いっぱい出てきた。これこれ、ヤホー、これ、よいしょ、ブレイクブレイク、ちびってな。よし、いけいけ、まだ出てくる。よし、いけいけ、よいしょ、うん、お、あ、これは岡村技。あ、
忘れてた。居合できるね。居合、あ、間違えた。あ、全然ヌンチャクヌンチャク、ゲイ、広そうだな。あっ、やったんすよ。よし、おい、オッケー。で、間に挟んで、あ、間に挟まって、あれ違う、ほら、オッケー、オーバーキル、さらに追い打ち、いい、もういい、もういい、よいしょ。上から降ってきた。なんか投げたな。じゃあ上からだ。あ、デブ。よし。うわ。ハモンじゃねえよ。あー、よいしょ。あとはお前だけか。まだ来る。よいしょ。あ、刺された。ちょ、離せや。なんかすげえ投げてる。お前か、お前を殺せばいいな。よいしょ。うわ、やばいやばいやばい。なんか一人強いやついるな。その生きのいいやつか。じゃあ間に入らせ。 OK、 これが入る、完璧。よし、 OK、よし、一人死んだ。もう一人もこれで、いや、死なない。体力あるな。よし、これだ。オッケー。お前なかなか強い。あら。はは、何してんの？そこまでで。え？そういう演出いる？あ、これ襖壊れるの？やっぱり。うわ、切られた。よし、気持ち悪いんだよ。あ、よいしょ。出たりしないか。よし、オーケー。どんどん扉開けていくよ。うわ、捕まれた。1対1じゃない。何持ってんのお前。排斥料理持ってきた。いっぱいいる。よしよし、ブレイクダンスうってつけだな。これ間に、よし、数を減らしとかないと。遠くから、意味ねえやっぱこれ。
こいつさえ死ねばあとはラフラフ。よし、一回たこ焼き壊して、おー、よし、回復といったらたこ焼きよ。お、回復薬アミナンドイ、白いね、そこ。あれ絶対出てくると思ったの。おー、こっちか。危ねえ、ここ入れなかったら遠回りになったのかな。よしよし、開幕で一人倒した。お、こいつか。よし、はい、状態8枚はこっちもんよ。あ、あれやる。よし、はい、松島もこれで死んだ。お、また変態が来たよ。お、変態いっぱいいる。よし、これ強えんだよな、さすが王。ちょっと普通に殴られてる。よしよしよし、いいぞ。うい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 う、おお、スーパーアーマーで、スーパーアーマー、めっちゃスーパーアーマーで。あきょん、あ、強そう。わはは、鉄線、やっほー、危な、投げたのに、まだ持ってる。オーケー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 、おーほほー、すごい、なにこれ、めっちゃ金入るんだよ。47万、はい、来て、取らして。おーほほ、え、ちょっと待って、35万が何個も来てる。ちょっと一回たこ焼き食おう。おっ、これ死んだ。ほら、めっちゃ金稼いだぞ今ので。ダンサー金稼ぎでもいいんだな。よし、こっちかな。これでセラと戦うのかな。あ、いた。セラ。日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。渡辺健。誠は、牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託され。ここを出た。うん、な、何やて、ある人間って誰やねん。そう焦るな、それは花からお前に伝えるつもりだ。ええ、は、信用しろ、俺はお前の敵じゃない。いやいや、せやったら組員を襲わせたのはなんで。そうだよ、手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。佐川のおっさんは殺してくれたか。覚悟やと。知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。真島か。それが真島、お前の存在だ。うん、3年前、
忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。あ、知らないの。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた、うん、だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。いや、知らないはずだ。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことが。お、まさかな。お前が俺の何を知っとんね。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心だな。分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。なるほどね。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。お、結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。やはりか。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。よし、お前の覚悟を見せてもらおう。強連総裁だったセラマス。あれ弱い、おじさん弱いの。ゲージめっちゃあるな。あら、おじさん弱そうよ。なんぼでも攻撃入るよ。お、来た、PT。 よし、おーし、食らってないね、食らったことになったね。お、倒れない、全然倒れない。でも大丈夫。お、なに、挑発。おい、完璧完璧。もう倒したも当然。オーラの色が一緒なんだよ。あっちもダンサー。あ、やばい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 。よし、あ、いてまえやろうと思った。かきょん、あら、分かった分かった、ダンスバトルで決着つけよう。うわ、やばいやばい、遊んでるとダメだな。ウェイヤッホーイ、弱かったな。どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほな、さっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。お、不動産会社、なんで不動産やな。綺麗に渡した。本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。
何のことかさっぱりだよ。一つを10億、そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ、カムロ町ね。カムロ町、誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ、今空の一つぼを誰が手に入れるかで東条会が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一つぼはカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。うん、それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことか。ちょっと留守にしとる間に東条会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。本当だよな。せやのに不動産屋に渡してやと、誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろ。信用できねえよな。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。行く、カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。うん、佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。そうだね。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。おっしゃる通りだ。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。まあね、そら真島君には分かんねえやな。どうした、いきなり銃出して佐川をやれって。うわ、落としたら危ないよ、爆発するぞ。何や。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。なんでよ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。大丈夫、真島君に人は殺せねえから。いや無理だって。震えてんじゃねえか。できないよ、危ないって。暴発したらどうする。カムロ町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。うわっ、佐川、この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真島ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。名刺こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。今佐川売っといた方がいいぞ。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。桐生の名刺だった。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。あ、蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ、俺とお前でな。なんで銃向けてんの。
サーガー殺しとけって。うわぁ、12章終わった。なんだ、ここで、マジマ君リタイアかと思いきや、そういくか。なるほどね。バトルでめっちゃ稼いでるわ、やっぱり。ログハウス50坪12個分。はい、ということで、次回は、キリュウくんだろうな。キリュウくん、でも、蒼天堀来て、もうどうすんの？あ、その連れてくところの話をやるのかな？どうでしょう？はい、ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。